えのきは、浅かの貴族の落葉鉱木。別名では、長葉絵の木、丸葉絵の木とも呼ばれる。落葉鉱葉樹の高木で、高さは20メートル以上、幹の直径は1メートル以上になる。樹形は、欅よりも横に大きく広がる。枝が多く、枝ぶりは曲がりくねっている。根元で数本に分かれていることもある。樹皮は、 開白色から開国色で厚く、見た目はほぼ滑らかであるが、表面を触るとザラザラしている。枝の跡が一定間隔で並ぶことが多い。一年枝は泡紫褐色で毛が生えており、その基部には古いガリンや含芽が残っている。葉は互生し、長さ4から9センチメートルの卵型、または楕円型から長楕円型で、先はお上に伸びている。 葉の質は厚く、葉煙の上半分には、巨子があるが、先端まで葉脈が発達しておらず、丸みを帯びている。私有同種で、花には、尾花と芽花がある。開花時期は4から5月で、芽生えと、同時期に、葉の根元に小さな花を咲かせる。褐色は、単行褐色である。秋には紅葉した葉の後ろに、直径5から6ミリメートルの球形の果実をつける。 果実は、角果で、熟すと、大々褐色や、赤褐色になり、冬でも枝に残ることがある。果実は、食べることができ、味は甘くて美味しい。トウガは五星し小さな塩水型で毛があり、暗赤褐色を下にから五枚のガリンに覆われている。トウガの基部の両側には、含めがあり、ガリンに隠れている。枝先には、仮蝶芽が付き、 即河は枝に伏せるようにつく。当河のそばに養根があり場が残っている。養根は半円形で、イカンタバコンは3個ある。冬場の枝先は枯れていることが多い。大紫、ごまだら蝶、天狗蝶、ひよどし蝶、エノキハムシ、タマムシホシ星足ブトハバチ、エノキトガリタマバエエノキワタアブラムシなど多くの昆虫の餌、植樹である。特に、 日本の国鳥大紫の幼虫の植樹としてよく知られている。日本、朝鮮半島、中国に分布する。日本国内では、本州、四国、九州、沖縄に分布する。広い範囲に自生する、落葉樹。山野に生え、自然分布以外では人里にもよく植えられている。大きな緑院を作るため、ケヤキやムクの木などとともに、 各地の一律家や神社仏閣に植栽され、その巨木が今日でも見られる。根張りの美しさは日本の樹木で最高の評価。漢字の、えのきは夏に日陰を作る木を意味する和製漢字である。音読みは、か。えのきは中国都来の漢字ではなく日本の国字の一つ。日本語、えのきの名の由来について、 クワなどの農機具の柄に使われたからという説があるが、奈良時代平安時代初期には、絵の木の絵は、阿行の絵、柄や、それと同源の語とされる、枝の絵は、野行の絵で表記されており、両者はもともと発音が異なっていたことが明らかなので、同源説は成り立たない。由来には諸説あり断定不可能だが、一信長、家康、秀忠、家光のうちの誰かが、世の木。 または、良い木を一里塚に植えるよう命じ、これに応じる形で植えられたのがこの木であったため、が転じて、えのきとなった。二連木の良い木を意味する、よしきが転じて、えのきとなった。三秋にできる朱色の実は、小鳥や森の生き物に人気が高く、餌の木から、えのきとなった。などの説がある。東京競馬場の、第三コーナー内側に、俗に、大ケヤキと呼ばれる大木がある。 数々の逸話があり、ケヤキステークスという名の特別競争まで開催されているが、実際はエノキであって、ケヤキではない。エノキ第六天神江戸時代より祀られており、ご神木のエノキは悪縁を切りたい時や断種を願う、際、その樹皮を煎じて、相手に飲ませると成就するとされた。近年は、悪縁切りだけではなく、良縁祈願や病との縁切りのご利益も、 期待されるようになり、全国各地からの参拝者が後を絶たない。熊野宮ご神木、一本絵の木は、良い縁を結び身を結ぶ。ごゆい少この一帯は、逃げ水の里と称され無人の荒野であったが、当地に一本の絵の木の大樹がそびえ立っており、大梅街道を往来する人の良き目印となっていた。東宮は、武蔵野の神殿開発に伴い、 宝永元年にその絵の木の大樹のもとに選手された。絵の木神社、絵の木神社の神木である、この大絵の木は、明治18年に植えられた二代目であるが、初代の絵の木はテルテ姫が刺した杖に根付いたもので、枝が下を向いた、逆さ絵の木であったと伝えられている。枝が、四方に大きく広がり美しい樹形を形成していて、神奈川の名木百選に指定されている。 クルミや神社実月神社滝粉、トネ神社八個榎の木大明神榎の木社絵の木、大明神榎の木白城大臣炎寿庵中井神社よに、異変のある時は必ず夜間に豪音がすると、言い伝えられている。元伊勢内空港大神社荒イナリ社、竹信イ稲荷神社境内には、平野重森が、 五福島神社から移植したと伝えられる絵の木の大木があり、樹齢850年以上の大樹として、京都市天然記念物にも指定されている。幕末には、神社の目の前に、六角獄舎があり、多くの勤能志士らえられていた。後に、坂本龍馬の妻となるお龍は、安政の大獄で、六角獄舎に捕らえられた父、奈良崎進作の安否を見るべく、 龍馬と共に木に登って探っていたとされる。また、幕府に追われていた龍馬は、お龍に、京都にいることを示すべく木に、龍と掘って、伝言を書き残し、その伝言が元で二人は再会できたという。龍馬とお龍の中を取り持ったとして、縁の木と言われる。建築用材、家具材、道具材、芯炭などに使われる。木材の質は、やや硬く、風合いがある。 偏在と深在の境が明瞭でない。不愛が似ていることから、欅の代用ともされる。江戸時代には、街道の一律家として植えられた。野生の木も各地にたくさん見られ、地名や人名に用いられる例も多い。江ノ貴族は、朝霞の族の一つ。江ノ貴族は、熱帯から温帯にかけて百種ほどが知られている。エペジー体系では、朝霞に分類されるが、 古いクロンキスト体系やエングラー体系では、ニレカに分類されていた。ありがとうございます。